皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日も伊藤俊幸元会長に解説をしていただきます。よろしくお願いします。2プラス2が、まあ、オンラインでしたけれども行われまして、でその後に結構びっくりするようなニュースもあったんですけれども、共同発表ですね。でここで日米で対中牽制を強めるということ、共同で対処するという方針が打ち出されたんですが、朝日新聞の報道でも、出ていましたけれども、軍事作戦計画のすり合わせが進展していることが強調されたということで、まあ、これが結構話題になってますね。共同通信もなんかね、あ、そうですね、その前に共同通信でも日米の作戦計画の存在について、機密を明らかにするみたいなね、違うと思ったけどまあかなり伊藤さんにとってはちょっと機微な情報の話になるかもしれないですけれども、そうですね、まずね、はい、これって今回のはちょうど真ん中辺ぐらいなんですね、日米共同宣言の、はいはい、で、まあ、日米でどう一緒に協力していくかというパラグラフのところなんですよ、はい、今のこの地域の国際環境がいろいろ難しい状態になっている中で、はい、じゃあ日米は今後どういう安保戦略を作りますかとかね、はい、あるいは同盟としてのビジョンやそういうものをどうしますかという、だからこの日米同盟どうあるべきかの議論の文章がだらだらだらとあって、で、そこについて、戦略見直しのプロセスを通じてと、日本はね、ミサイルの脅威に対抗するための能力を含め国家の防衛に必要なあらゆる選択肢を検討すると、まあだからこれがいわゆるなんだっけ、敵基地攻撃じゃないのって言われたんですね、はいはい、ことを表明したと、はい、でこれの緊密に連携する必要性を、ね、日米はと、はい、必要性を連携し同盟の役割任務能力の深化、うん、そして緊急事態に関する共同計画作戦作業について、共同計画作業ですね、について確固とした進展を歓迎したと、はい、うん、まあ、進展するということを言ったと、はい、なってるんだけど、これ英語で見るとね、これよくあるんだけど昔から言われるんですね、アライアンス、ね、同盟の、はい、ロールミッション&ケーパビリティって言って、はい、要するに日米がどういう役割分担をし、うん、何をするのっていうのを決めるというものが大事だよねっていうのは、はい、まあ、特に冷戦が終わって日本防衛じゃなくなった後の日米同盟って何で必要なんですかっていう議論の時に、もうこの問題になるわけですよ。それは地域の安定性とかに関わる、はい、日本防衛というのは日米安保条約の中の5条ですよね、はい、日本を守るってやつで、もう一個の6条が極東の安全安定を守りますという、だから広い範囲でそれの基盤となるのが日米安保だというものに、まあ、最終的にクリントン橋本会談で握手して、うん、まあ、新しい方向性はそっちですねと、うん、日米同盟というのは日本防衛というよりもこの地域の安定に関わると、はい、となるとそもそもこの同盟の役割、お互いのね、日米の役割、ロールミッション&ケーパビリティは何でしょうかというのをずっとやってるんですよこれ、うん、ずっとやってて、でその上でここに緊急、日本語ではこれね緊急事態で訳してるけど、そうですね、これ英語だとねコンティンジェンシーなんですね。コンティンジェンシー、はい、不測事態ですよ。あ、不測事態に対するプランでしょ、うん、コンティンジェンシープランなんですよ。あ、ちなみに驚々しく書いてるよくあるね共同作戦計画っていうのは、はい、オペレーションプランなんですよ。だからオプランっていうのとコンプランっていうのは実は微妙に違うんですね。で、まあ、これ以上日米のこの実は僕は喋る立ち位置じゃないというかあれなんですけど、まあ、これじゃ話さないけど、はい、まあ、米韓同盟で言うならばですよ、これやっぱり両方あるんですよ米韓同盟って、はい、オプランとコンプランと両方あって、
でオプランっていうのがだからよく私が出す、なんでこれ言えるかというと、びっくりするぐらい報道に出るからね。ああ、米韓の話。韓国は。でそのためにまあアメリカ激怒するんだけど。だからありがたいことに、まあ、韓国の報道によると、ね、報道によると、はい、オプランっていうのがまさに作戦、うん、いわゆる作戦計画で、はい、だからその2015年に改定したと言われててね。まあ、だから兆候があったら700箇所一気に先制攻撃するとかさ、そんなの表出る方が驚くんだけどね。まあ抑止力になると思って言ってるのかもしれないけど、まあ、こういうのはオプランですよ、はい、でもそれと同時に北朝鮮が何かこういうのでやられるとそこから逃げる人がいっぱい出てくるでしょうとか、はい、不安定になるでしょっていうと、これの移民だとかこれに対しても対応せんって感じじゃないですか、はい、これ、ね、コンプランなんですよ。コンティンジェンシープラン、はい、まさにこの第二次朝鮮戦争の結果、うん、不安定になることに伴う行動、うん、はい、いわゆるだから支援作戦ですよね、はい、不安定なことに対する支援作戦っていうのを、まあ、コンプランと、はい、米韓同盟のことについての、うん、報道では出てますね、はい、日米はよく知りませんけど、はい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 、米韓のはそう言ってますよ。いや非常に上手く説明していただいて、これ事実だから、はい、まあ、報道によく出るんですよ韓国は。まあね、今回のまさにコンプランですよ、これこの文章素直に読むと、どうしてもこの日本の報道っていうのはちょっとこう、まあ、かなり過激な感じに、するという傾向があるので、この軍事いかにもその作戦計画が、まあ、進んだみたいな書き方をしてますが、まあ、実際にはそのコンテンジェンシーという言葉を使っているように、うん、その不安定な状況に対する支援の、まあ、計画、日本としてはね、日本は間違いなく支援作戦になるんですよ、はい、はい、ということとしか僕は米韓同盟の例で言うとそうとしか思えないなと思ってますけどね。いろいろ伊藤さんもね、秘密があり、ね、言っちゃいけないっていうのがありますので非常に気を使って説明していただくのも恐縮なんですけれども、という意味ではだからちょっと、報道の方がこうなんていうんですかね、まあ、書きたいでしょうねすげえことやってるぞきっとみたいな、まあ、いずれにしてもその前の文書に比べるもちょっとかなりこう進んでいるなという印象を受けるっていうのは間違いないわけですよね。でも、まあ、だからこの地域の安定化 の文脈なんですよ、日本日米同盟というのはね、はい、だからいろんな不安定なことをしちゃいけないよと。だからまあね、デビッドソンの発言以来もう今にも中東紛争起きるみたいになってるけど、まあ、僕はそんなことは起きない、すぐには、ね、今年来年ないと思ってるけど、はいはい、まあ、でも全然これによって不安定になるじゃないですか。でこの不安定なことにアメリカは動くでしょうと、はい、でそこに対して日本は何らかの支援はやる、あなたたちのロール&ミッションケイパビリティをお互い整理しましょうねっては言ってるんだと思う、はい、だからこれすごい何度も何度もここで言いますけど、別に台湾から頼まれて台湾防衛しないから日本は、はい、ね、誰も頼んでこないしそこはちょっと勘違いですね。そうこれがね本当すごい、もうびっくりするんですよ、誰が頼むんやって、ね、台湾軍全く思ってないよそんなこと、うん、だってアメリカ軍に対してだって思ってないもん、はい、もう自分たちの国は自分たちの守る国というね、みんな軍人と喋ったことない人がよう言うわってこれね、だ台湾軍は本当にそう思ってますからね、はい、だから日本の議論はすっごい間違った方に行ってて、だけど不安定にさせちゃいかんわけですよ、はいはい、だ不安定にさせないためには日本も日米同盟も動かないか、うん、まあ、この通りなんですよ。これを単純化して、うん、なんか台湾防衛を日本がするんじゃみたいなので話すと、もうひっちゃかめっちゃかの話になるし、特に台湾軍はね驚くんですよ、はい、なんだこの日本の議論はみたいな、あむしろ台湾がね驚くってことですね。そう迷惑なんですよ彼らはすると、はいはい、迷惑、はい、だってね、OB の人しか台湾に送り込まれてないね、のでどうやってね一緒にやり取りできるわけないじゃん、はいはい、ね、現役の組織と何にもできないんだから台湾は、ね、はい、日本とね、
だから非常な誤解を生むことになるんで、それ元気のいい人たちにいろいろ言ってもいいけど、うん、事実関係そこだから、はい、でもそれはだからといってここを不安定にさせちゃダメなのが事実なんですね、うん、もう一個のあるから、はい、だからどうやってそういう気にさせないかとか、うん、だからそのために共同訓練やったりいろんなことをやるのは当然なんですよ。そうですね、台湾守れじゃないんですよ、うん、台湾守るために自衛隊働けじゃないんですよ。そこもね再三ね番組でもね、うん、お伝えしてるんですけど、やっぱり日本語の使い方によって解釈が変わっちゃったりとかするで、だから結構あの日本語の問題っていうのもあるのかなって私ちょっと最近感じてますね。さっきの作戦計画というのも、はい、わざわざね支援作戦計画って言わないもんね。確かに、ね、確かにそうですね。ね、はいはい、そうもう作戦は戦争があってこうなるでしょ。うんと思っちゃう、ね、また戦争戦闘作戦計画と支援作戦計画なんですよ。ああ、あるいはまあ作戦と使うとも戦争になっちゃうかな。ああ、だからこれ人によって取り方違ったりする。取り方違いますよね。もう支援計画と言えというかね。確かに作戦計画と支援計画って言えというのかな、まあ、だから そんなような言葉尻の問題もあるんだよね。ありますよ ね、うん、あのそんな中ですね、あの今オミクロン株が広がっているということで、結構これアメリカ米軍基地が在日米軍基地が、まあ、震源だっていうことで、でもうすでに私世の中の人ってどっちかというとこの3回目のブースター接種はいつできるんだろうとか、まん延防止どうなるんだろうとか、そっちに関心があると思うんですけど、結構ここの米軍進言の話をしつこくですね取り上げてる。本当テレビメディアってやることないんかって言いたくなるよね。でそれがですね、地位協定の、まあ、改定すべきだみたいな話にまで進展しちゃって、まあ、これねやっぱり伊藤さんもおっしゃってましたけど、もともと制服の方がもうちょっとコミュニケーションを取ってればよかったんですけど、これが外務大臣や2プラス2の議題にまでなんか結構大きくなってしまったっていう、もうその時点でね日本がちょっと失敗しちゃったなっていうところだと思うんですけど、どうしてもやっぱ海兵隊いないからカウンターパートがね。そうですね、それもありますよね。陸海空のカウンターパートのあるところは、ダザマにしても、はい、ね、横須賀にしても出たけど、少なくともそれが街でばらまいたなんて話にはなってないじゃないですか。あの結構ね米軍基地、まあ、行くことありますけど、本当に皆さん真面目にマスク、うん、それこそ本当もう日本人以上にっていうのこうおかしいですけど、ものすごい気を使ってしていたので、だからそういう人たちが本当に気の毒だなと思っちゃいますね、うん、だからカウンターバードね、うん、海兵隊という組織だよね、うん、だから岩国もそうなんですよ、はい、あそこも海兵隊だから、そうですね、そうすると、はい、一応海上自衛隊の31空軍司令がいるけど、はい、全く任務が違うから、そうですね、普段交流したことが、まあだからパーティーとかね、そういう時でしか会ってなくて、ちょっと場所が一緒なだけ、そうだから普段の日々のように、うん、日々から会話っていうのはないのが、はい、そういうことに下がっちゃってるのはあるんだと思うんですよ、はいはい、だけどもう一個やっぱね、何例えば外に住んでるのが問題だとかさ、うん、あの結局基地の中ではなくて外に住みたい方っていうのもいるので、ね、そういうところで部屋を借りて住んでる人がいる。でそれをまたあの住民登録とかをしないので、自治体の首長が掌握してないと、で情報をあの求めても提供してもらえないのが問題だと、これは地域協定が悪いなんていう話を、じゃコロナ関係ないんだけどね実は別に地域協定はまあ直接関係ないかもしれない、うん、地域協定も関係ない、もともとただまあそのテロの危険があるかもしれないということで、個人情報ということであの秘密ということで提供できないっていうのは、うん、まあ、あの米軍側としてはあったんですよね。そうそうそう、だから僕も外交官でね、はい、ワシントン行ってたじゃないですか、普通に町で住むんですよ、はい、でも別にそのカウンティ、はい、市役所に届けてなんかしてないですからね。あ、まあそうですよね、すいません、だから結局あれなんですよ、うん、国務省には届けてる。あ、そっかそっか、じゃあそういう仕組みを作ればいいですね、うん、そうそうそう、日本だって防衛省、はい、あるいは地域沖縄防衛局だけ、はい、それぞれ のそこに届ければいいだけの話です、ね、にすればいい話で、これもだから地位協定の問題じゃなくて、うん、運用の問題だと。なかなかこういうコロナという事態が起きると思ってなかったから、その外に住んでる人が、うん、あの問題の、ね、渦中に上がるとは思ってなかったでしょうから、そこまではあまり、ね、期待してなかったのかもしれないですけれども、実はまあそういう仕組みを作れば別にそう地位協定を言うのではなくて、うん、運用でまあそのなんとかなるのではないかと、地位協定という協定ってこれね、
国家と国家が結ぶ、はい、あのいわゆる条約でしょ、条約で何が書かれてるかというと公務で言ってるわけだから、はい、その公務上のことを邪魔されると仕事できないから、だからそれは受け入れ国がちゃんと保障しますという関係性なんですよ、はいはい、だからこれは大日本も例えばジブチに行くと、うん、ジブチという国と日本はやっぱり地域協定結ぶんですよ。そうですね、はい、だから地域協定が悪いんじゃないのそれ当然なんですよ。こっちがだから公務でやらないかんのに、はい、いやそれはうちのなんちゃら法によってダメだなって言われたら、いやいや公務できないでしょ。だからあくまでも公務上を縛るものであって、じゃあ公務じゃないところで悪いことしたりとか、このままバンバン捕まえりゃだけの話で、だから確かにその沖縄の不幸な事件がいっぱいありましたね、1990年代のね、はい、まあ、だからそれではっきりと運用のところは見直すと、っていうことで、だからよく捕まえたけど持ってかれるとかっていうのも今なくなりましたから ね基本的には公務じゃなければ、あの捕まったらそのまま日本の刑務所にいっぱい入ってますから ね横須賀なんかいっぱいいますよそうなんです、米軍人刑務所にだからやっぱりあの反対する人の見解っていうのは、その、まあ、偏無性が高いとで、特に他の国、なんかイタリアとかそのドイツとか持ってきて、まあ、全然違うじゃないかって、もうこれいつも実はこの番組では繰り返して言ってるんですけれども、あの単純比較をしてですね、日本は非常に不公平だって、不公平条約みたいな、だったら日米合同委員会じゃなくて日米共同作戦本部を作るべきなんですよそうなんですよ、ね、だから役割が違うんですよね、うん、NATO は一つだから、ね、だからそこにはだからアメリカ人の司令官の下にイギリス人の副司令官がいて、ドイツ人がいてっていう、だからドイツ人のだから例えば作戦参謀がアメリカの飛行機使いまくれるんですよ、だから飛ぶなとか言えるし全部できるんですね日本は他社だから、そうですね、だから会社で言ったら別会社なのね、はい、あそこだから1個の会社にもう完全にだからもう合併しちゃって、M&A で全部吸収されて、それで一つの社長のもとにいる中にいろんな会社がもともと入ってる、みずほ銀行みたいなのが NATO で、それそこでさ、いやお前の ATM 動けへんやないかで、あすいませんうちのやつですって言えるわけですよ、だけどね、別会社だから、いやお前の ATF 勝手に使うなよみたいな、こういう関係だから ねこれもうね、そこの言うんなら、じゃ あの米韓同盟みたいに、じゃあ合同司令部にしちゃいますかって、それは反対でしょ、ね、聞くまれるからとか言って、よく大学の先生とかに言わせると、いや日本は地政学的に米軍基地をね置いたりとかしてすごく重要な場所だから、もっと意見を言おうと思えば言えるだろうとかって言われるんですけど、やっぱり それはミリタリーというあの感性からすれば、まあ言葉がちょっと悪いかもしれないですけど、まあ血の交換と言いますかですね、やっぱりそういうものがその価値、政府の言い方しか聞かないもん、あいつら自衛官が言うなら聞くよ、はい、はっきり言ってね、なんでお前戦いもしないやつらを言ってんだって話になるから、はい、そのあたりがね分かってないだけなんですよ。そういうやっぱり、まあ、常にこれは平行線の議論になりますよね。残念ながら何度も言いますけど、海兵隊という軍種がないから、はい、自衛隊には、そうするとね、だからそれに相当する三つ星四つ星がいないでしょ。そうですね、そうするとどうしてもね、キャンプシュワブとのコミュニケーションが弱くなってるというのが事実だから、まあ、そうなるとね、陸上自衛隊が今一緒にやってますから、うん、まあ、そういう部隊はまあ、キャンプシュワブとか、うん、まあね、一緒にそのそれでもほぼ毎日のように顔を合わせたら、うん、一気に変わると思う、はい、だから一つの、まあ、共同仕様っていう、まあ、今ザマとかやってますけど、うん、そう、まあ、そういう形っていうのもあるかなって、ね、横須賀もそうですね、横須賀も当然そうですし、そうみんなだから、はい、そこでも通通なんですよ、日本人が今何が起きてるとかね、感染症でこういう対策してると、ね、アメリカと違うわっていうのが分かるわけですよ、常にコンタクト取れますからね、その問題だと思うんでね、だこれで日米を分断させないでほしいね。そう本当ですよ、うん、まあ、これはもうかなり利用価値のあるネガティブな要素になってしまいますので、うん、中国の方が誰が笑うのかってことですよね。 そこはじっくり認知戦認知戦ですよ本当に、うん、気をつけましょう。今回もありがとうございました。ありがとうございました。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党の官僚たちに依存をせずに
日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛られたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。